気が向いたら食べなさいね。スズランさんのところに行ってくるから。貴様、スズランに手を出すな。ほーら、食べないから霊力が戻らないのよ。お前の顔は実に白を思い出させる。生意気そうで腹立たしいったらない。汚らわしい四郎の孫娘め。そっと心の奥光宿した灯火の間に口に合うといいけど。まあ素敵。兄さんが葵さんのところでお世話になっていると聞きました。その成り行きで少し休めば元気になると思うんだけど。ありがとうございます。このアイスも美味しい。私、四郎様が買ってくださった写し屋のアイスが好きでした。おじいちゃんとはどこで出会ったの？写し屋です。私たち兄弟に四郎様はとても親切にしてくださいました。親切に？家族を人間に殺された私たちは安心して暮らせる居場所を探して日本中を転々としていました。人間を恨んでいた兄さんは人を襲うたび霊力を高めていったのです。それは私のためでもあったのですが、そんなある日四郎様が現れたのです。ふらっと現れた四郎様は大妖怪になった兄さんをいとも簡単に。四郎様は私たち兄弟を連れ帰り食事を与えてくださいました。へえ、おじいちゃんあやかしに慈悲深かったのね。で、何を食べたの？水餃子です。おじいちゃんの水餃子、確かに美味しかったわよね。おい、スズランに何を。兄さん、美味しいよ。四郎様が作ってくださったの。そして四郎様は私たちに居場所をくださいました。私たちこの家にいてもいいのね。兄さんもお名前書いて。人間なんか信用できるか。四郎様はまだ若いあやかしだった私たちを刺激し、助教し、奴隷と呼んで家事をさせ、そばに置いてくださったのです。助教、奴隷？もしかしてスズランさん、おじいちゃんにひどいことをされたんじゃ。私は簡単な家事を担っていただけです。た
まに兄さんが料理をすると、味付けのことでよく叱られていました。いいか、喧嘩ってのはな、勝ちゃいいんだ、勝ちゃ。よっ！うわっ！飯にするぞ。兄さんは四郎様にこき使われていましたが、私はたくさん甘やかしていただいたと思うのです。あ！四郎様、見て見て！スズラン、よせ！やめろ、スズラン。それは、私たちが親元を離れて初めて味わう穏やかな日々でした。でも、ある日。四郎様？四郎様は私たちに隔離を渡るよう言いつけたのです。なぜだ、理由を言え。嫌です、嫌。うつしおは生きにくい。いつでも会いに行く、約束する。クリオへ行く算段を整えてくださったのが大旦那様でした。最初は私もここで仲居をしていたのですよ。へえ。四郎様がよく都に現れると聞いて、ここを辞め都で一番の芸妓になるべく励みました。満足のいく三味線を奏でられるようになった頃、四郎様はぱったり来てくれなくなりましたが、それきっとおじいちゃんが私を引き取ったせいだわ。四郎様はずっとお一人でした。だからこそ私はあの人のそばにいたかった。お孫さんと暮らしていると聞いて、あ、もう一人ではない、四郎様には家族がいるんだなって。スズランさん、うつしおへ行くって本当？ええ、ずっと思っていましたから。おじいちゃんはもういないよ。人間とはこんなにもすぐに死んでしまうものなのですね、四郎様ほどの人でも。四郎様の墓があるならそのそばで、四郎様と過ごした土地で強く生きてみたいのです。暁はこのまま喧嘩したままでいいの？仕方がありません。私も兄さんもとても頑固なのですよ。このまま兄弟が離れ離れになるなんて悲しすぎる。この頑固者め。これを飲むのよ。なんだそれは。元気の出るスムージーよ。いやだ、そんなおどろおどろしい液体。さっさと飲みなさい。スズランさん、うつしおへ行くわよ。そんなこと言われなくても分かってる。見送ってあげないと後悔するわよ。おじいちゃんだって死んじゃった。本当にあっけなく。私何もしてあげられなかった。でもあなたは違うでしょ。なぜ今もあいつに振り回される。勝手に死んだあいつに。後悔してほしくないの。あなたは旅立とうとしているスズランさんを勇気づけることも見送ることもできるじゃない。じゃあお料理を作りましょうよ。は？葵さん、おはようございます。頼まれていたものです。ありがとう銀次さん。私が買いに行けたらよかったのだけど。ついでもありましたから。
四郎さん直伝の水餃子ですか。いいですね。これは暁とスズランさんのためよ。ええ、もちろん。あ、やっと来たわね。来ないとうるさいからな。さっさとそれつけて。俺に指図をするな。まるでタンキリアメのようだな。そうね、これを丸く伸ばすのよ。で、なぜ叩くの。次はみじん切りにしてね。みじん切り。ストップストップ。なんだ、みじん切りは速さが命とシーローが言っていたんだ。それは多分嫌がらせよ。シローめ。やるじゃない。さあ、いよいよ包むわよ。左利きなのね。そうそう、難しいな。そのうち慣れるわよ。私だって最初から料理ができたわけじゃないのよ。私もおじいちゃんと一緒にこうやって水餃子を作ったの。シローはあやかしの好む味付けを嫌った。辛くて濃い味付けが好きだったんだ。え？味薄いだの甘いだの、何度もちゃぶ台をひっくり返された。おじいちゃんは私に少し甘くて薄味の方が好きだって言ってたけど。それはきっとお前をあやかしから守るためだろう。自分の好みを偽ってあやかし好みの味付けを私にさせてたってこと。さあどうだろうな。おじいちゃんも私の身を心配したなら対魔術でも教えてくれればよかったのに。それはきっと借金の代わりに孫娘を嫁にやる大旦那様との約束があるからだろう。ああ、四郎が借金をしたのは俺が見習いで仕事を始めた直後だった。ふらっと現れて好き勝手に飲み食いして暴れた挙句、国宝級の壺を割りやがった。国宝級。俺はいたたまれなかった。しかもその借金の方に自分の孫娘を提示して大旦那様は何を思ったか、それを了承したわけだ。いい感じ。どう？この味だ。四郎に救ってもらった日にこれをスズランと食べた。お前がスズランのところに持っていけ。俺が作ったことは絶対に言うな。え、ちょっと土蜘蛛。それと俺は天神屋の番頭暁だ。だってあんたが名前で呼ぶなって。これからは暁と名で呼ぶといい。片付けもしないで偉そうに。これは確かに四郎様の水餃子、美味しいです。とてもこの味は私が一番幸せだった時の象徴のようなものです。もしかしてこれ兄さんも作りました？え、どうしてわかったの？ひだの向きです。兄さんは左利きなので。してやられたわね。私口止めされてたの。兄さんは頑固ですからね。暁のことはこのままでいいの？私を写しに向かわせたくないのは兄さんの本心。四郎様の味を思い出させてくれただけで、私は十分兄さんの愛情を感じます。離れ離れになっちゃってもいいの？もう大人のあやかしですもの。兄さんには兄さんの居場所と夢があり、私は天神屋の番頭として働く兄さんを尊敬していますよ。兄弟っていいな。なんだかんだと心配し合っても絶対的な味方なのね。あら、葵さんだって兄さんと私と兄弟みたいなものではないですか？お？だって同じ四郎様に育てられたのですから。
家族も同然ですよ。そしてスズランさんが写し世に旅立つ日が来た。お世話になりました。葵さん、ありがとうございます。間もなく牛舎の支度が整います。スズランはどこだ？ あれはヨードのストーカー。スズランさん、こちらです。天神屋の横断団に告げる。今すぐスズランを出せ。葵、お前に頼みがある。スズランは私が嫁にもらうことになっている。邪魔立てすれば天神屋に火を放つぞ。うるさいと言ったのめんども。兄さん、私がスズランさんと一緒に。お前は写し絵をよく知っているし、スズランを目的の場所へ連れて行くことができる。葵さんも乗ってください。ちょっと、これを忘れては。写し絵でいろいろと大変なのではなくて。俺を気が利くじゃないか。若女将たるものこのくらい。どういうことなの、大旦那様。スズランを頼んだぞ。お前みたいなやつにスズランを嫁になんて出すか、この変態野郎。申し訳ありません。私の事情に巻き込んでしまって。それはいいのよ、スズランさんが写し世にいた時代とは変わっているでしょうからね。戻ってきたのね、写し世に。私、四郎様のお墓参りに行きたいです。わかったわ。お久しぶりです、四郎様。おじいちゃん、スズランさんが来てくれたよ。スズランさんは上手になった三味線を聴かせるために、おじいちゃんとの約束を果たすために来てくれたんだよ。葵、今日からお前はおじいちゃんと暮らすんだ。私が綾香氏たちに食われないよう渡り合えるように、自分の好みを偽ってまで綾香氏好みの料理を教えてくれた。そうなの、おじいちゃん。これ、スズランさんに作ってきたお弁当なの。まあ、嬉しい。このお弁当、四郎様に備えてはいかがです？おじいちゃんに？四郎様は、葵さんの手料理を食べたいと思うのですよ。人生最後の食事は、葵の手料理がいい。でも…大丈夫です。日が暮れて夜になったら、もったいないので私がいただきますよ。それまではぜひお気持ちだけでもどうか四郎様に。ありがとう、スズランさん。葵さんはこれからどうするのですか？誰かが迎えに来なければ隔離用へは戻れないしね。葵さん、連れてきてくださってありがとうございました。
様は葵さんを写し用に返してくれたんじゃないかなって思うんです。やっぱりそうなのかな。そもそも私は隔離用へ戻るべきなのか、戻りたいのか、どうすればいいのかな。おじいちゃん考えたって仕方ない。そう、私は約束を守る。それだけでいい。どうするのよ、こんなに買っちゃって。葵ちゃん、あんた大丈夫？葵ちゃんがずっと来なくて人生ハードモードなのでしょ。お腹空いてるの？今あなたの食べられそうなもの持ってないのよ。でしょ。じゃあ私と一緒に来なさいよ。葵ちゃんのご飯が食べられる場所へ行きましょう。ねえ、カレー食べる？大旦那様はカレーって好き？うつしおのカレーは好きだよ。いかにも家庭の味という感じで好きだ。天神屋に戻ったら作るわ。食べてくれるわよね。隔離を終え、また来てくれるのかい？何を言ってるのよ。私はまだ約束を果たしてない。おじいちゃんの借金を返してないわ。ようこそ隔離所へ。